皆様こんにちは。舞台関数ドミノに出演いたします鈴木ひろきです。今回この関数ドミノという作品がですね、1級目の前川さんの、作品ということで、もともと僕自身も1級目のファンであり、何本も作品も見せていただいたり、散歩する侵略者という作品はですね、戯曲本を買って、読んだりするぐらいの、ファンの一人でありましたので、今回のこの作品に関われるということはとてもとても嬉しいことですし、生梅さんのその作品がこうやって外部プロデュースとして、行われるということがほとんど例を見ないことなので、その辺のこともとてもプレッシャーにも感じながらも、この作品に関われる喜びを感じながら、やっていきたいと思っております。今回演出をしてくださるのが実梨さんということなんですけれども、一度舞台を見に行かさせていただいた時にご挨拶もさせていただいたんですけれども、とても気さくな方で、ご一緒できるのがとても楽しみですし、その前川さんの世界を実梨さんがどのように描くのか僕自身もとても楽しみですし、そこに、自分も貢献できるように、頑張っていきたいと思っております。生梅さんの作品はですね、蜷川幸雄さんが演出された太陽という作品がありましたが、それを除いては今回のこの関数ドミノが、初のプロデュース作品ということになります。必ず素晴らしい作品にしたいと思いますので、皆様ぜひ劇場でお待ちしております。